影帽氏は、桃田直樹による日本の時代小説、著者初の時代小説である。時は、江戸時代の茅島藩の家詞の家に生まれ、幼い日に、目の前で父親を切り捨てられた、菅一と中氏の家の次男に生まれ、剣も妻も人並み外れて優れた、磯貝彦志郎。二人は、親友となった。しかし、後に、彦志郎の不遇の死を知った明蔵は、その死の真相を追う。 主人公、茅島藩の筆頭国家老、菅一の竹馬の友、文武両道で将来を期待されていたが、磯貝家の下女、彦四郎の勧めで菅一の妻になる、明蔵に仕える若頭、明蔵の命を受けて彦四郎の足取りを追う、新影流の免許を持っている、菅一の父、足が不自由、子供たちを守るために、非業の死を遂げる。 か一ちの妹、聖林寺の住職、足軽の家出身であり、か一ちの剣の第二の師。いつも、か一ちのことを見守った。か一ち、ひ郎らが通った、堀越道場の主、竹彦ご在庫職人、虫かごを作っている。か一ちに、虫かごの作り方を教えた。百姓の出で生まれつき足が不自由。か一ちが通った赤石塾の塾長。か一ちの父、 千兵衛の幼馴染千兵衛の死後、戸だけを支援し続けたが、若くして病死する。中止で、寛一の友の一人。後に、感城片書き役として大阪勤めに、寛一の友の一人。中止の家の生まれだか着難ではなく、家督を告げぬ運命だったが、堀越一右衛門の養子となり、その後を継いだ。藩主家の流れを組む茅島藩の名門出身でかろう。 元奥宮藩士で、滝本力に仕えていた。ありがとうございます。